中丸かわいいね。お前はまさか俺っち散歩したら変なところに迷い込んだにゃん。面白そうだからしばらくお世話になるにゃん。え、勝負師クリティカルされやすいがクリティカルが、あーおもろ、知ってんだよお前。こいつが隕石でずっと落としてきた岩にぶつけるやつでしょ。火力はあるね。てか俺のパーティーのあれがないのか、耐久力がないのか。あとちょっとおらということで、来ましたね、次。ドンドロだ。あ、雲海三面鏡じゃん。どうして牛のバスターで入ろうと思ったんだ。最近このチームが大活躍してると聞いて。タイムスリープ。いや、ドンドロということは刺さるんじゃない爆弾が、嫌い魚の。確かに、せめて無理壁。第8話、バスターズ誕生の秘密だにゃん。ここでドンドロか。すごいでありますな。まあ俺の中では多分第10話まででストーリーは終わる気がするんだけど。だってドンドロと時をかけるババアとあれイカカモネ委員長で終わりじゃね。それに歌舞伎ルートとかあやとり様が出てくるって考えたら、まあその辺は裏ストーリーか。おお、ちゃんと過去の世界行けるんだ。まあそれはさておき、まず最優先は進化ですよ。進化もういけるでしょ、余裕で溜まってる。ムカムカで進化なんて名前だっけあいつ。激ドラゴンだ。うわかっけー。 A ランクだよ。だってこいつドラゴン激一発攻撃の構え、ボタン連打で連続攻撃する。最後の一発だけ効果が上がる。三段攻撃自分、え、強そうじゃない？なんか書いてあること。基本的になんかめっちゃ増えてる。青鬼もいるじゃん。ちょっとさ、この辺のボスやるか。金色ガチャドクロと青鬼倒すわ。きた、金色に輝いてるけどなんか変わるのこれ。アシュモンスターでしょ。アシュモンスター、また右乳首怪我してるじゃん。ガシャドクロ J。 いけ、ラッシュ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 、劇場ラッシュ。さらに威力を上げていく。しかも攻撃は三段攻撃。お、まじ、じゃ強くね、普通に火力。回避とかいらねえから。だって攻撃当たれば当たるだけこっちの火力かかるんだから、寄って避けなくて。今上がり続けてるこいつの攻撃。あ、もうひたすら殴る。俺ひたすら殴ってる今。燃え盛る赤玉必殺OK。 はい、ドラゴン激一発790入ったぞ。はい、必殺でよける。ドラゴン激一発強い。パンチ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 、たまたまゴールデン当たらん。ここ、いや俺は引かねえぜ。殴り続ける。これ勝てえもん。なんかステータスもいい。本当に殴り続けてるだけで終わる。やるじゃん。激ドラゴンやるやんお前。間違いなく今の試合は強かったぞ。ここで戦うのか。しかもさすがに回復系統何も持ってきてないのやばいか。これまあ一旦これから相手痛くないわ、ありがとうって感じ。300しか入んねえ、弱っ。鬼シャボン、はい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 、痛くないよ。避けない、俺は避けない、引かない、屈さない。さすがにまずくて一旦落ち着こう。一旦落ち着くのも大事。しょぼいこいつの回復。しょぼいなんてもんじゃない。足手まといもいいとこだ。一回クレバードラゴンでいくわ。今までクレイジードラゴンだったけどクレバードラゴンでいくわ。クレバードラゴン死にそう。でもカジバってやつね、これ鬼のカジバ。ここでラッシュをやめない。ここでひたすらラッシュ。もういつ自分がもう死んでもいいっていう
クレバークレバードラゴン、クレバーこの HP 調整クレバーすぎる。シャボン玉が危ねえ、マジクレバーなんだけど。おいおいおい、いけ激ドラゴン一発、クレバーすぎる。823やばいな、これ激ドラゴンの見た目えぐい好きだもん。本当に怒ってんのがいいわ、ガチで怒ってる。カポンみたい。あげっぴらーん。おやばい、入れ食いなんだけど。は？あ！これは冬にゃん。エレン来た。ちょっと待って、今仲間にしてる最中だって。愛とガッツと根性で世界にはびこる悪を打つ。冬にゃんがこんな喋ってるの初めて見た。ガッツカメン、世界は友達、全部守るぜ。あっつー、これしかもいるやん、周りにカッパだけいねえけど。カッパと人形ちゃんといなくなってる。ちょっと待ってね、ちょっとちょ、フィナー待って、タイム、さっきこいつ相手してやんよ。じゃあ俺の激ドラゴンがお前たちを殴り殺す。おらフィナー、これ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 、おらさらにドラゴン激一発外れた。当たったら800くらい食らう。ボコボコ。おお、大当たり引いた。ヒーラー来たぞ。てか無邪気ワールド、自分の HP がだんだん回復する。え、これさ、待って待って待って、え、進化させたらガチャ引ける回数増える。もしかして進化させれるんじゃない、26レベルだし。覚える技もちゃんと書いてあるな。ファサファサ厄払い、クリティカルを受けない。え、ミッション開始から3分だと全ステータスがアップ。しかも回避あるやん。なんかレジギガスいるんだけど。レジギガス、あ、しかもシップステップもある。コエンラは味方全員の陽気ゲージがたまりやすくなる。クリティカル受けない。天の弱すまない、俺の早とじりやったようだ。まさかジバニャンたちを悪者と勘違いしてしまうとは。これ今度こそ冬には仲間になってくれる。さすがにな、真打ちは仲間になんなかったけど。バスターズを知らない。では冬にゃんたちの時代はバスターズが生まれる前の世界ということなんでしょうか。まあ、こいつらセリフバスターズみたいなとこあるよね。最近は俺たちも結構活躍してるからにゃ。よかったらその力俺に貸してくれないか。お前の力を俺に貸してくれよ。実は俺の時代では今凶悪妖怪が次々と桜町に現れ、町の者たちは怯える毎日を送っている。おい、これはまた戦国合戦始まる。やれやれ、大釜出てくる。カイマとかもいんのかな。バスターズは困ってる妖怪の味方だからにゃ。カイマのあの脳筋みたいなやつ欲しいわ。へえ、昔の桜ニュータウンでそんなことがね。なんだ、まずい。お、でかい。それはもう3体、無限地獄の封印が解き始めてる。へえ、無限地獄から3体来たのか。どうする、時をかけるババアとあやとり様とドンドロだったら絶望だよ。ちょっと敵を見てから判断させてくれ、フーリャン。それは進化させとくか。まあ A ランクだから強いんじゃない。でもこいつ普通のスキル何になるの。やっとこさまともなヒーラー入ったよ。回復取り付き、味方の HP ジヤジヤ回復。おお、おお、いや悪くない。おお、なんかある。マスターニャーダからの試練ミッション、ニャーダの弟子、命取り短時間で勝て。こっちやるか。うわ、こいつ妖術タイプなんだ。バンバン吸い取ったるぜ。こっちの方がかっこいいな。この見た目で妖術タイプっていう。まあでも妖術タイプは弱いって相場が決まってるから。ピシャンゴスタンプ、いや当たった方がいい。これくらいでくらいでく、いや回復量すごいわ、座敷わらしの。おお、妖術タイプじゃなかった。
ちゃんとムキムキなタイプだった。まだ5分も経ってないでしょ。使う。パンチ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 。こういうデカブツのデブにはいいんじゃない？激ドラゴン。いや当たれなかった。逆に相手の攻撃当たる方が難しいんだけど、今なんかめっちゃ回復しなかったこいつ。なんか食べたな。ぶん殴り。何と戦ってんの今。え、誰と戦ってる？モテモテンがそこにいんのか。ほったれ大車輪。暗い暗い暗い。あ、でもさすがにさ、いやペシャンコになっちゃう俺。ちょ死ぬ。あぶねえ。ペシャンコスタンバー食らおう。ペシャンコスタンバー食らっていい。いや回復えぐい。カモン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 、オッケー。顔面。そう、タンクアタッカーっていう新しいタンクと火力を両立している。これだって何なのそもそも。激ドラゴンってポジションアタッカー、まあレンジャーヒーラーではないけどタンクなんじゃないかってぐらい硬い。ホッタル大社にこれ合わすわ。見とけよお前ら必殺技で。あおー今かっこよく決めたかったのに。余裕。はい、なんとですね、私裏でキュンタロウを捕まえておきました。これでモテモテコン作れるか、もしかしてキュンタロウとモテモテンズキュキュンタに進化させればいける。え、しかもおならずもの、おならずもの、この辺のゴミおならずもの3体おならずものゲットしてる。メカブ3パーティーだけで飽き足らずおならずもの3パーティーでもいける。長花、カラミゾン、キモいやつ、人任せんにも捕まえた後で、シシマルですよ。念願のシシマル、やっとゲットできた。こいつはね使いたいな、レベル高いし。シシマルとズキキュンタを狙ってたら他にいろんなやつゲットしちゃったよっていう。その辺をじゃあ一回レベルアップさせて進化させますか。よーし、じゃあ満を持しての満を持し作っていきましょうか。スロースターターだから、まあ、3分間以上経って、うわやっぱかっこいいなこいつ。満を持し、普通にビジュアルめっちゃ好きだわ。まさかこれ使えるようになるとは。3で使おうかと思っていたら先にバスターズで使うっていう。さあじゃあ今日のガチャは真剣草薙アツガルル。あ待って、これでワンチャンズキキュンだとか。神通力水ってあいつの進化だよな、九段の進化だよな。フーマザル、プラチナインゴット。え、中あたりにカブトムシいる。で虫歯伯爵って何、そんなのいんの。虫歯伯爵ってあれだろ、毎日歯磨きしてたら出てくるやつ。もしかしてそのために歯磨きさせた、みんな真打ちで。まあ、昨日と同じでいいか。ツアーもの1回、5つ星コイン1回、満月1回でいいか。とりあえずいいものがあるうちは使っておこう。まあ、そろそろ来るでしょなんかガチャ。今のところゴミしか出てない。一番良かったので、ああ黒。うわもう出すぎだよお前。お前もう1でも2でもバスターズでもとりあえず出てくるやんこいつ。私も連れて行ってちょうだい、不死身の秘密教えてあげるって。しつこいよ。いや妖術、妖術信用してねえんだよな。で今日のガシャ、え、あとなんか4分の2ってなってんだけど、あれこれまだ2回目だよね。はい、おお、ししこまじゃん、かっけえ。最高の宿主、こんな形でやるとは。俺はあんたに忠誠を誓うぜ。え、鬼ガチャで大釜なし出る。一回鬼ガチャ引いてみる。じゃあ問題はこれでしょ。昨日なんかドンヨリーヌみたいに出たからな。は？何のもずく先生って。そして昨日出たこれ鬼ガチャ大当たり確率1万使って20、1万使って1万ってやばいよな。バカしか回さないよこれ。まあでも俺は、いやちょっと待って、1万ひよるな。でも大釜の色違い出るんでしょ。てか大釜が欲しいんだけど、普通にガチで出ない。カスガチャ、鬼はゴミ。いやそういうのは回してから判断するわ。うん、1万使ってゴミが出てきたらもう二度と回さんと違うけど、こんだけね、もう使ったら 20%、 5回引けば確定で1体いいの出るってことでしょ。
決めるわ、これで 20% なんて今までいくらでも超えてきた。あの氷テープじゃないやつが絶対0度当てるぐらいの確率。そう考えればしかもこれ中あたりなの、ハズレとかじゃなくて。やば、もずく先生ワンチャン強くない。 C ランク、敵の攻撃を受けながら素早く反撃する。 HP が0になった時、おお結構面白い効果してるやん。いやかっけえんだけどな。伏見御前だ、味方全員の焦点ゲージが減りにくくなる。あーそういう系、回避暗黒フシフシドレイン。いやゴミだ。さて、ま、とりあえず必殺ぶっぱからの、いや、よくないとこれ、最後そ満を持した全力攻撃か。どれから変わってるんだ。もう渾身の GG ぶつけろ、ここで。おら痛い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 。はい、ため攻撃当たれ、逃がさん、このまま殺せお前なあ、抜刀獅子海岸。火力やばいね。勝負師の必殺技とか使った後に満を持しやったら相当強いんじゃない。こいつだるいんだよな普通に。遠距離攻撃ないとだるい。必殺技たまんの早っ。なんかいいね、満を持し楽しい。なんか変わってる若干。よさこいメイド武士。おお、え、なにこれ、このナマズ、このナマズが欲しいんだけど、このナマズが、このナマズかっこよすぎじゃない。ちょっと痛い、つえー。いや俺満を持していたら、2でいたら多分ね普通に一番好きなキャラになったかもしれない、これ負けたら最初から嫌すぎる。これ12体倒さないといけないの、また。いやこいつ戦いづらそうだな、満を持しで。ほっ、ほら相性最悪だ。妖怪ウォッチのアニメって、いやあれさすがにもうやってないよね。妖怪ウォッチのアニメなんかすげえ作画綺麗だったけど。おならず者さんそれでいくか。おならず者3体にワカメか、もしかして。正解はワカメじゃねえ、ここに、ここにメカブじゃねえ。メカブかけるおならず者の同人誌繰り広げろやばすぎる最悪を封印するやつらの見た目じゃないんだよな。こんなんで封印できるか本当に。でもこれさ、思ったんだけどヒーラーとかいるの。どうせ事故ってワンパンで死ぬだろこいつら。いや最初のあの出動のあれ見たかったのに。過去だから車から始まった。いやこれメカブがかわいい、や違う、むしろご褒美でしょこんなの。あのオラナズモノさんに囲まれてんだよ。ドンドロなんかちっちゃくね。バスタードのドンドロちっちゃいんだよな。あやとり様もこれぐらいのサイズになるのか。いやドンドロかわいい。まあお前そんな目をパチクリ赤と青に変えてますけど、うちのおなら艦隊にかかった。これスキル何こいつの。あ、なんか防御上がってねみんな。俺あれメカブか、メカブの効果か。ちょっと待って待って待って、ザコ倒すのも必要。これな、何これ、だ誰の、何これ。危ない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 、キョ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 、おい早いよ。いや関係ねえからこれ、地雷で戦っていけば。いけ、よし、威力600なんですよ。弱この、いい方の地雷使うわ、いい方の地雷。これまず攻撃ダウンを、はい、ぶつけていく。なっげえ地雷のクールタイム。おい、いってるいってるいってる、いくな、まだ。あのさ、ワカメじゃなくてメカブ全然回復してくれんやん、あいつ。おい、これ気が遠くなるよ、これ気が遠くなる作業なんだけど。てか、なんか通常ダウンより強くね。いけ、必殺プースカスモック。これ何、これな、何したこれ、動き遅くするだけ、舐めてる本当に。はい、あと一発ね。お前次この攻撃目が青色になった瞬間お前の終わりだぞ。早く早く、来た、総員退避、ダブル爆発、いけ、おい。あれ、てかなんか俺今満足してたけど、もしかして
こっから本番あれ、そういや、だいたいボス戦って1戦目遊びじゃね、めっちゃ時間かかったせいで全然もうこれでクリアだと思ったけど、すごい無限城みたいな場所来た。え、無惨様パクったやんこれ、絶対構造中の無限地獄まんまやん。こっから妖怪ウォッチから着目されてるんだね。倒せる気がしないいけるかこれ、まるで勝てる気がしないんだけど、まずは270からの、はい、冬なんか死んじゃうよ。なんか周りにあるな、これ。あまりにも普段やることがないおかげでギミックに触れようっていう気が起きる。災いの眼光、まあ、とりあえずこういうの なんかよく分かんなかったら壊してみろみたいな、違うか途方もない作業だこれみんなこれ耐えれるか、絵面的に耐えれそうかこの作業、やばいぞこれ。誰でおなら3体で行こうとか言ったやつ、おい、あのバスターズでの回転率はどうなったんだ今しかない、今しか、うざい、こん時しか殴れねえのによ、それやめろ。ブースカスモック、なんで死んだ、飛んでる、え、どんどん飛んでる、何してんのこいつ、え、ガチで何してんのこれ、おい、なんかみんな後ろに隠れる、あ、なオッケー、完全に理解、殴れ、今しかねえ俺たちがやるのは、おい、こらみんな行け投げれ、そうな、もうちょっとちゃんとやれ、ヒットアンドウェイやめろお前、チャンス中に一発だけ殴ってどっか行くやつがあるか、何え、なんか爆弾ある爆弾、もう ここで諦めない男の強さ見せるか、え、待って、思った以上にいっぱい来てる、必殺、うわー、ブースカスモークからの地雷設置、設置、はっはっ、オッケー、ね、メカブお前解除して、メカブ死ぬよ、メカブそのままだとね、言ったじゃん死ぬって、やばい、待って、やばい、それおじいちゃんありがとう、おじいちゃん、何あのおじいちゃん、え、待って、おじいちゃん噛みすぎる、ここしかねえ、ほんとかちょ、マジあかんって、やばすぎる、メカブで殴ることになるこれ、ちょねえ、待って、メカブの技何もわからん、何ができんのこいつ、ねえ、待って、メカブ何ができんのこれ、何が何の技、メカブ使ってないから分かんない、メカブ全部回復、これなんで冬なん蘇生してくれないの、蘇生しろよお前も、俺が時間稼いでんだから、ちょ冬なんマジやって、そうもうしてたら終わりだから、来た、殴れ、あ、意外と火力出るわ、変わんねえや、おならず者と、殴ればいい、あ、復活してる、おい、ゴミみたいな場所に置くな、地雷、やばい、どこだ、あ、やった、おいおいなんでこうなるんだよ、二度と使わねえこいつら、もう頭きたから激ドラゴンを魂に変えるわあんだけ愛用してたマジ頭きたから、もう全員魂生きだよマジで、お前ら全員魂だよ、絶対に許さない、お前が用事するじゃん、もういい、もうその間お前がそれやってる間に一斉動き、このターンで終わらせる、なんならもう目を赤くする前に殺せ、多少食らっていい、逃げない、ちょっとでも攻撃モーション見たら、あ、はい、信じられない、はい、もう半分いった、さっきのなんか30分ぐらいの戦闘10秒で、10秒で、はい、ゴー、はい、ゴー、はい、投げて、みんな今投げて、今だよ、なんで来ないのこれ、誰も、はい、早く、はい、オッケー、そう、投げればいい、ひたすら投げて、ひたすら、いやー、もうこれ、泣いた、
これだけでしたね。あ、でも次のあれ来たわ。あ、OKOK、まま、守れ守れる、余裕で余裕で守れ、これワンパンで全部全部余裕。はいはいはい、こいつ殺すために生まれてきたみたいな感じじゃん、もう勝負し。これ277よ、冷静に。これとあの爆弾がこのなんか3秒に1回ぐらいでさ撃ててさ、容易に相手倒せるスキルと爆弾30秒に1回ぐらいしか撃てないくせにダメージレースが同じなのおかしいって。やれるぞ、もうやっちまえやっちまえ。妖術封じ、妖術封じだ、舐めやがって。お前撃ち落とせ撃ち落とせ、殺せ殺せ今。次降りてきた時はお前の最後だ。はい殺す、はいは、はいも殺す、はいはい、はい、クリティカルで殺す。これがお前に殺された激ドラゴンの分だ。てめえのせいで激ドラゴン死んだんだよ、塊になっちゃったから。え、豪傑ってなんだいや俺豪傑と勇ましの違いが分からなくなってる。勝負師はこれ勇まし。実は俺も桜町でバスターズを始めることにしたんだよ。あ、そこでみんなにお願いある。おお、エレン仲間来ちゃー、ふうにゃん、やっと使える。まあでもどうせ大したことねえんだろお前。やりましたね。でも妖術アタッカーじゃないか。すごい。ほらこれは見てみろ。おお、え、すごいでありますな。え、フユニャンが作ったの。フユニャン勝負師の上位互換、マジ驚いたな。えマジ勝負師の上位互換。おい、じゃあ俺もフユニャン3体でいいわ。じゃあジバニャンから真っ赤に燃える熱い正義の心を、コマさんから真っ白な雲のようなオーラ何にもしてないやつらだね。お前勝負師とオナラ人で作れよ。お前茶色ヘコキ団と爆地勝負師団みたいな、なんか犯罪爆地団とヘコキ不快団の2つだろ設立すんの。ちゃんと見てたか、フユニャン。こいつは何もしてねえよ。白飯してやるとかっこよくないからだ。なんで勝負師はヘコキで、ヘコキ買うやついんのかな。いじめられるよな、あんな。ヘコキパッケージのやつ選んだやつ、だってもうモンスターヘコキしか出てこないから。勝負師の方にはいっぱい、もう村噂とかね、政宗とかいろんなの出てくるけど、ヘコキ人しか出てこないんだから。キングオブバスターズ。キングオブバスターズ。え、なんか楽しそうなの始まった。天下一武道会始まった。なんだこれ。え、オールマイトみたいな何今の。あ、いや、ブリー隊、もしかしてあれか、ブリー隊長の解き放たれた姿か。ジバニャンの解き放たれた姿もあったし、また解散とかをしてるんじゃないでしょうね。ある意味それよりもびっくりするかもしれない。ジョークじゃジョーク。これまでのお主らの活躍、わしはその全てを見てきた。そしてそろそろお主らもあれに挑む資格を得た。キングオブニャンテスト、あれって言いますと、あのあれでありますか。もう片っ端から潰す全員、俺の冬なんで。どうせヘコ記事みたいなつけねえだろ。キングオブバスターズ。他の段ってなんか結局他の段あったけど全部吸収してるから、いまだ他の段が何なのか分かってない。コマさんとかコマジロウとか冬には全部仲間になるから。キングオブバスターズって何ずら。キングオブバスターズはな、全てのバスターズの中からナンバーワンを決める大会だ。大会はバスターズ協会によって運営されており、参加できるのは協会本部から選ばれた優秀なチームのみ。この辺も全部フユニャンがルール改定したの。すごくねてか、フユニャン60年間ずっとやってるってことでしょ。誰だ、セバスか。セバス、あ、来た。なんで俺今セバスって分かったんだろう。今回大会初参加の皆様のサポートをさせていただきます。それでは、こいつもどういう存在なのか分かってないんだよ、ね、こいつウィスパーの上位互換だよね。予選内容はバスターズ同士の勝ち抜きバトル。バトルロワイヤルでいいぞ、バトルロワイヤルで。敵味方問わないバトルロワイヤル。俺が全員殺す。俺のプースカスモックで全員殺す。USA はとっても遠くにある、とっても大きな国です。
大きな国だけあって食べ物も大きいらしいです。ウサニャンとかはもしかしてこれで出てくるのかな。本来はゲット組が出る前は。それではみんな USA に行きたいかー。うわー、まあ、まずは見せてもらいましょうか、冬にゃんパイセンの力というものを。この勝負師より強いなんてことありえないでしょ、さすがに。32レベル、クリティカルが出やすくなる、新速アタック回避、三段攻撃、ど根性ストレート。よし、うん、採用。敵の攻撃でよろけなくなる。あ、ワンチャン強そうな能力してね、武者兜。攻撃を当てた敵の守りを一瞬だけ大ダウンさせる、兜割りか。これやった後に必殺とか入れるといいのか。敵に攻撃してその敵の注意を引きつける。ガード、超刀上がり、攻撃を当てた時敵の攻撃を一瞬だけ超ダウンさせる。わかんねえ、強いのこれ。さてさてさて、じゃあ無双の魂使っちゃうよ。大桑の神のついでしょ。はい、かっけーカブト無双。いや、大桑の神より全然かっこいいんだけど、これどんな能力。71暴走角ブレイク、変わってない、変わってないか。まあ、一旦さすがに使うわ。で、しかも俺はここでさらに装備品を強化する。できる剣豪の刀、100だよ力。いかれてるでしょこれ、力プラス100って。これまだ強化できるのかな。妖魔刀140、うわ宝玉だ。次、よし、じゃあこっからにゃんちょかなんとかバトルやります。おっせ攻撃、ロボニャン出てきた。え、あ、待て待て、お前らこいつだこれ。おいお前ら危ねえぞこれ、反射してくるぞこいつ。ここはタンクの俺が前に出て前進。おお、やばいやばいやばい、強くねこいつのスキル。おいおい、タンクを残して先に死ぬんじゃねえ。おいおい、満を持しバカの一つ覚えか、お前ら対バカ最強のあれやめて。はい、こっから本戦なの。結構なんか戦ったけどね。おお、オロジとキュービー来た、優勝候補チーム。こいつらバスターズだったんだ。初出場ながら予選を勝ち抜いたチームがいると聞いたんでな、いずれ戦うかもしれない相手にちょっとご挨拶をと思って。え、こいつらの陣営にワンチャンいないかな、土蜘蛛たち。大釜土蜘蛛、60年前からのタッグじゃないのあいつら。ナースからのリアクションは我々完全舐められてますよ。それでは、オロチが強いんでしょ、オロチが。どれだけ活躍できたか、つまり巨悪妖怪を倒した数を競っていただきます。なるほど、実際に戦うわけじゃないのか。じゃあおい、あいつら戦わせてくれよ。また、え、こいつ何、なんでこいつこんな出しゃばってんの。出しゃばりすぎじゃないお前。え、なんか3、4回目ぐらいなんだけど、こいつなんかスーパーマリオサンシャインとかにいそうだよねこれ。まだあんの。それでは、うわ絶対ガシャドクロだ。もうお前らの足倒してんだよこっちは。バットアップ、霹靂一閃、死ねー。決勝トーナメント、やりましたね。お、え、俺のパーティーかと思ったらなんか来たぞ最強が。決勝トーナメントで戦う前にご挨拶に来たりいいな。ネタバレやめろ、ま、だおい、武士にゃんと満を持し強そうだぞこいつら。今度の3はなんと、まあ、まあまたれ、私たち弱体化しまーすって。まだだ、まだその時じゃない。ネタバレしに来たか弱体か。さすがにワンツー武士にゃんゲーすぎたもんな。お気になさず、本当に何でもありませんので。でも最近うちに来るお客さん妙に増えたずらね。もう確かにこれってもしかすると、これは我々も優勝候補の一つとして注目されてるってことでは。まあ、そりゃだってフエニャンいたらな。作ったやついいんだからここに。緊急事態であります。フエニャン一人でね、なんなら優勝かっさられるんじゃないかってくるやつ。とある監獄から脱獄してきた。あ、
解きかけババアだ。まずいでありました。プリズンブレーカー。何？急いで出動しよう。ババババ、おばあちゃん来るかこれ。金とか銀とかは出てこないのかな。やばいにゃ。いや、どうすればいいにゃ。それはお前らが決めることだ。よく考えろ、お前らにとって何が一番大事なのか。決勝トーナメントでしょう。わかった、お前ら行ってこい。じゃあたまには働け。任せた、そっちは。え？え？怖っ！ガチでホラーのやつ出てきたやん。急に。人面犬のあれか。でも元があいつが人の顔してるから、プリズンブレーカー。怖い。キモいとかじゃなくて怖い。必ず逃げ切ってみせる。なんか持ってる。俺たちは最強のコンビだ。そうだろ。ストリンダーとかもリージョンフォームになったらこんなになっちゃうのか。さあ行こうぜ。かっけえ。G が消える前に当たれ。おっせーん。軽く稼いじゃって。最初に稼げるだけ稼ごう。切り札ない。ちょっと動き回るな。よくなんか暴露バーといい、これムキムキ系のやつはすっげえ動き回る。な、何こいつ。おい、マジでボマーじゃんこいつ。ゲンスルーそっくりのメガネつけやがって。チャンス。いや、意外と硬い。ゴリオスト。ゴリオスト。このままカブトムシがヘイト買ってる間に。まずいよ、一旦まずい。え、緊急事態。おじいちゃん来て。おい、な、命に変えても冬なんだけど、蘇生しろ。命に変えても他はしょうがねえ。もうおじいちゃん来てくれ。おじいちゃん。おい、これどうやって復活させんだこれ。おい、ひどいよこんなの。早く冬なんさえ、冬なんさえいればまだやり直せるんだ。オッケーオッケー。で、一つ回復した。回復してないんだけど。まだあの、こいつは邪魔せ。強すぎだろこいつ。何あれ。おい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 、あのクマやめろやめろ。死んじまう。フーニャンが、フーニャンが死んじまう。座敷わらし買ってこい。蘇生いける、蘇生いける。よし、ちょっとフーニャン、フーニャン回復したい。フーニャン、フーニャン下手くそが。マニ、おい、フーニャン逃げんな。回復してる、回復してる。フーニャン回復してる。よし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 、もういける、もういける。じゃあ、じゃあ こいつこいつ、あのTTBは注意、危ない。お前まずこいつ。よし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 、繋がってんだこいつ。人形と心が繋がってんだ。お前のその股間にド根性ストレート1394。バカクソ入った。オッケー、あぶねえ。ジャストミーツ。プリズンブレイカーの件お疲れ様でした。ですが当然のことながら決勝トーナメントは失格。ちゃんと失格になった。ひどい。キングオブバスターズで失格になったのは残念だが、しかし俺は今回お前らを見直したぞ。あの時プリズンブレイクを倒しに向かったお前らは全バスターズの中で一番バスターズらしかった。綺麗事はいいんだよ、綺麗事は。USA は？どこのチームが優勝したんだろうこれ。さすがに武士にゃんか。いくらオロチとあのキュービが強いとはいえ、計画成功でビス。あれ？ミスミスミス。本人これ？別人？ベイマックス出てきたけど最後に。妖怪ウォッチバスターズは？なんすか今の。他のバスターズチームどうしちゃったにゃん？ついに動き出したんですよ。鬼時間に潜む巨大な悪が。今動けるのは俺たちのチームだけ。俺たちの武士にゃんがやられてる。
第10話ゆけゆけ妖怪ウォッチバスターズ、あ、最終回かこれ。バスターズ最後の戦いをお見逃しなく。最後って言ってる。本当に最後にゃんか。チュートリアル終わりだすぎる。じゃあやっとウィスパー、やっぱ封印されるべくして封印されたとんでもない妖怪だったのかあいつ。だらけすぎだろ。まだ落ち込んでるの。キングオブバスターズ失格になったこと。みんな、いやでもあの銀山ドクロみたいなのも戦いたいんだけど。あれ希少種じゃないの。希少種ガチャドクロの。ウィスパーのお父さんかもしかして。お前ら緊急事態だ、すぐに司令室に集合しろ。これがラスト。まあストーリー自体はやっぱ短いですね。ゆけゆけ妖怪ウォッチバスターズ。バスターズの武士には入手ラインの地獄一体ぐらいなんか解放したいな。さくら中央シティから発信されている。今あの場所はキングオブバスターズの決勝トーナメント中のはずだぞ。会場のカメラを確認したところ、満を持しまで尊厳破壊だ。見たくなかったお前らのこんなところ。てかあの中に満を持し混ざってんのいいな。だから他2人は封印妖怪だけどちゃんと強キャラとして認定されてんだ。隊長殿、バスターズ SOS を送ってきてということは現場では救助を必要としているはず。どうされます。ゴーゴーゴー。いきなりボス戦なのかなこれ。まあとりあえずストーリークリアしちゃうか、気になるし。何と戦うのこれ。ブシニャンは駅の南口で倒れてる。一体俺たちのブシニャンが誰にやられて。あ、待って待って、本当にやられてるやん。ミニマロン、こんなのやられるわけない。ワンパン。ちょっとね、これ団体いっぱいいる場合は冬になるのがいい。思った以上にいっぱいいた。おい、その金の卵をさすり続け20回刺さってプラチナ額出せ。そっから北西オロチがみんなあのマシュマロにやられてるの。恥ずかしくないんですか。無様な姿を見せた。ほんとだよ。最初ため切りからハイリーの全員殺しのここで本心切りでもう一体キリーのさらに出てきたやつをうくまみずしで全員殺していく。かっこよすぎかこの獅子。さすがにかっこよすぎか今の。さらに俺はまだ3分。あ、まだ、え、もうそいつはいいや、見捨てて。うん、なんだかワナチームの救助は完了しましたが、彼らの話だと何者かに力を吸い取られたようだ。おいおい、ウィスパーなんか知ってんじゃねえか。お前こういうテクス自慢の知ったかぶり発動しろよ。で、出たー。ウィスウィスウィス。こいつらがこのバスターズ用のウィスマ、ウィスマロマン。ウィス言いづら。どうもこの放送は妖怪ワールド中流れているみたい。早速ですが私は皆さんに報告があります。残念ですがさようなら宣言。これ今日からこの世界は私。おいウィスパー責任取れよ。お前のなんか知り合いだろこれ。どうにかしろって。ここまでは私の計画通りに進んできました。あれ、マシュマロを与え凶暴な妖怪をたくさん作った第一段階。お前が作ってたのかやっぱり。土の子三兄弟を三つ股の土に変えた犯人はあいつだったずら。凶暴化した妖怪たちと戦わせバスターズを鍛えた第二段階。バスターズを鍛えた、何のために。あ、そして強くなったバスターズが大会に集まったところでその力をまとめて吸い尽くす最終段階。ちゃんと狙われてた戦略大会。それはまさかキングオブバスターズのことか。じゃあもし俺たちがあの時失格になっていなかったら他のチームみたいに力を吸い尽くされてプリズンブレイカーに救われたかじゃ。こうして私は巨大な力を得たのです。ここまで言えばもうお分かりでいいですね。今の私を相手にすることは全バスターズと戦うということ。事実上の決勝戦かじゃ。ウィスウィスウィス。問題ねえよ。どうせあいつらぐらいしか、さっきの5体ぐらいしか強いやついねえだろ。さすがに私とクリストさんだけあって頭の良さも迫力も桁違い。何の関連性もないんだこれ。見た目が似てるだけで。絶対お父さんとかなんか先祖とかそういう系だと思ったのに。さっきのウィスマロマンの話の中で一つだけ大きな間違いがあったのよ。奴は全てのバスターズの力を手に入れたと言っていたが、バスターズにはまだ俺たちが残ってるずら。さすがエレン、
もう今エレンだけてんてんてんって出てない。お、はあ、心配するなお前ら、こんなこともあろうかと。あんな超度級の妖怪を渡す超度級の最強兵器を作っていたんだ。アルテマウェポン来た。こいつの完成にはどうしても必要なパーツがある。なにこれ、なにこれ、激流装みたいな。こうなったら残されてた一つしかない未来だ。この時代の、あ、過去じゃなくて雲海三面鏡でついに未来に飛ぶの。ミスロマンを倒す最強兵器が完成にゃん。さあ行ってこい。未来ロボ系のやつがいっぱいいるのかな。じゃあミッションスタート。これが未来か。ロボガッパ、あ、なんかロボ人面犬もいる。未来に来てまずやることが片っ端からロボ倒してるのやばすぎる。面白いじゃん未来、面白いじゃん。お前らよくやった。これでウィスロマンを倒す最強兵器が作れる。え、未来編あれで終わり。敵か味方か分かんないロボには殴りつけてたら終わったんだけど、せっかく未来行けたのにたった1回で終わった。そう簡単にはいけない。最強兵器の完成はまだまだ先。一体どうするぞら。バスターズチームのほとんどがダウンしてしまって、今避けるのは我々だけ。誰かがしんがりを詰めないと。でも今はあの頃とは違うぞら。世界は友達、全部守るぜ。もうね、冬なんだけちゃんとこうやって大口叩いているの冬なんだけ。実質戦ってるの一人なんだから。この中で元落ちこぼれバスターズが世界を救うか。まさにビクトリアン、面白い展開じゃないか。コマさんとかさ、もう無理だじゃんとか最後まで使ってたやついんの。このメインメンバークエリアン以外使ってるやついんのか。クリアするときに吹雪姫とかだったらそれは使いたくなるけど。さあでは来ました、皆さん最終決戦。でかすぎんだろ。おい、まるでシェンガオレンじゃねえかよこれ。まず足元を殴ってて、一つ一つ一本一本なんか足をさ赤くしてって倒れたところをやっちゃうみたいになって、おい足ねえじゃねえかよって。 BGM パクリすぎやろー。あ、じゃちっちゃ、おい詐欺、ムービー詐欺やないかーい。せーは、痛すぎじゃね。ゼラオラパンチ、クルルンパ、弱っ、クルルンパ、クルルンパ、何してんのこれ。あ、ちゃんとやれお前。おい最終決戦だぞ、盛り上げろよもっと。何これ。おほー、うぐぐ、うぐぐ、うまれ、うまれ、うま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 れ、うま。なんやねん、うまるちゃんがこいつ。やばい、最悪の事態だこれ。そこら中に散らばってる。とにかく全部倒せこいつらを。だる、一番気持ちいい。とお、まさかビリー隊長が直々に助けに来た。これフブキちゃんも来てるじゃない、スターモービルから。お、来てる。早く乗って、熱い、乗れる？こんな全員。幸い俺のパーティーなんか小粒揃いだからいけるのか。おお、追ってる追ってる追ってる、引き殺せ引き殺せ、行け！踏み潰しちゃえよ！待って、めっちゃいるやん。待って、全然最後の一手じゃないよ。キモい。さくら EX3 が侵食されて漫画なん。何の声これ、何、ゴーゴーゴー、ん、何こいつ、なんか不自然だなこいつら。なんか怖い。え、これ生きてる、抜き取られた後みたいな。これ保留とかやばくない。へえ、あ、お前激ドラゴンじゃん、まだ生きていたんだ。お主たちへのご恩生涯忘れんでも、なんで、え、なんで満を持してがいいのこれ。力
方ないね。何こいつ。今だ。満を持してゲステの時は来た。それを言うためだけにここにいるのこいつ。おいこれ、ここの確か屋上にはドラゴンがいるんじゃなかったっけ。青龍マシュマロドラゴン来るか。最後枝豆来るんじゃない。枝豆、あの謎の復活した。弱かったからな、お前。でかい携帯普通になんかあるぞ。まず一旦ド根性ストレートは入ってる。諦めたらそこでバトル終了だ。ボーノ安西先生、なんで誰ってか、ボーノ、次の助っ人に交代だ。ボーノ、ボーノなんていた。あ、ふぶきちゃん、あ、そうか、ボーノあれだ、あのチーム編成してくれるやつだ。ふぶきちゃんが助っ人。あっつー、何今の始まり方。でもさ、ボーノ出てくるタイミング間違いすぎだろ。絶対初動で出てくるやつなかっただろ。あいつピンチの時に来てくれよ。なんで始まった瞬間に全回復が出てくるんだよ。まなんか待って、全身は、ちょっと待って、満を持して、お前それは。おいおでんじんがなんかみんな殺したんだけど。おでんじんに皆殺しされた。おじいちゃんまで来てくれてる。ちょっと待って一回整理したい状況。これ何、どういうステージこれ。あ、なんか光ってる。ちょっと待って、まずそれ取りたい。一回これ取って、もう先駆けの隙は知らん。もうここでド根性ストレートしっかり避けつつ、おい、死に急ぎの助が一生死んどる。充電完了してる。はい、来た。おおおお、なんか気持ち悪いな。 SM プレイみたいだな。無知で芝居て、おい先急ぎの助。もうなんか昇天してね、あいつ。ソロの助、俺のソロの助いっとるやん、あいつ。いや、これはこの雑魚的大量には行く領域展開。うくまみずし当たってない。181。硬いなこいつ。フーナの火力がバグってるだけ。これ満を持してあんだけしかいんない。これ満持してねえのもしかして。おお、来た。最後の最後でビクトリアンでアップしてからの同根性日記。まだ知らない。ここでもビクトリアン先生が役に立ってくれなんて。もう殴れビクトリアン、お前が殴れ。お前の渾身の一斬り殺せ。もうちょっとジーダマ来た。うわー、ジーダマ距離感がわからん。決めるぜグレード肉球ド根性ストレート。守るぜ世界。忘れた、決めてる。世界は友達、守るぜガッツ。ブリかすげー。ブリ何してたの。知らない。なんかいろんなやつ来てたけど、あいつおでんじん以外 何してたかわからん。あいつ充電してくれたから武器。ふうきちゃんとか何してた。まずい、このままだとやつは完全に消滅させないといかん。ファイナルエクスプロージョンが必要だ。これ私は不死身なのでウィス。そこまでだ。うん、なんかすごいな。スナホが操ってる。ロボニャン28号さん頼みます。任せておけ。パロディ大好きだ。貴様にぴったりな場所へ送ってやろう。かっこよくね。しかもなんか普通にこれロックオン。これなんか自分たちのレギュラーメンツは誰も助けに来なかったのに、素直だけお助けキャラみたいな感じでここで出てくるってことは、制作陣も分かってんだろうな。最後まで素直をパーティーに入れてるやつはいないって。じゃあおかしいことになっちゃうもん。俺素直を一緒に戦ってたのにって。はい、ということでね、激闘の末クリアしました。妖怪ウォッチバスターズ、これにて全クリかな。月に飛ばされたからあいつ負けを犯されてるんじゃない。こっからがゲット組でしょ。ゲット組先か
先に幾之助堂々と歩いてたけど、あいつ一番先頭を死んでただけなのに。なんだこれ、28号で最後戦うのかと思ったら普通にムービーで殺した。なになに、あーこれ大丈夫なやつこれ、映して、おい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 、なんだこれなんだこれなんだこれ、ダメダメ絶対絶対ダメ、うわ飛ばせねえ飛ばせねえやつだ、ダメ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 、はい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 、ダメ。はい、ということでこっからじゃあ始まるわけですか、真のバスターズが。まあ、ぶっちゃけほぼエイリアンだったもん。アクションゲームじゃなかった。え、ちゃんとしかもこれやり込み要素とかじゃなくてストーリーがあるの、まだ。